やっちゃおう。お、え、これ絶対出るやつ。これ絶対出るやつやな。もうマジで。もう欲しくないよ。え、これ出るよ。絶対出るよね。2つ。俺叫んだらもう2つでしょ。ここで絶対に決める。はい、皆さんこんばんは。キャプテンズバーサスキルでございます。はい、ミスギジュインね、クリスマスプレゼントとしてまああの現れました。まあでもガチャやらないといけないと思うけど、あとサウジのそのキャラね、それもなんか新しいあのガチャとしてまあ来てまいりました。まあちょっと確認してみましょう。え今日なんかおかしくない？え、クリスマス、え、なんでえ、ないの？見すぎてないじゃん。え、ガチャじゃないの？え、プレゼント、ちょっとわからないけど、まあとりあえずね見てみましょう。なんかちょっと不思議ですね。なんか見すぎ順がまあ出てたんだけど、まあちょっとよくわからない。まずね、まあ確認していきましょう。サウジアラビア、まあゴールデン23の選手でございます。海外選手全パラメータプラス 15%、 マッチアップ勝利すると全パラメータプラス 100%、 最大1回。あ、なんかねちょっとあの昇進校とちょっと似てるようなまあ感じですね。1回だけじゃん、シュートもできねえしまあどうかなという感じですね。もうディフェンス、いや、そこそこ強いですね。2万4000だから、ブロックがないっていうのは、まあ、ちょっと引っかかるかな。オフェンス少ない。あ、多分少なさすぎ。あの、パスとかドリブルもできるか？マジで。本当に。なんか、あの、スルーしそうな感じですね。皆さん、多分。あの、バルガンも、速度属性の選手、海外選手5人以上いると全パラメータプラス 20%、 まあまあまあ途中出場すると、あ、これはいいですね。プラス 50% っていうのはまあいいんじゃないかな。50% でも何もならないじゃないですか。まあそれブロックも強いんだけど、まあまあフォワードディフェンス両方使えるっていうのはまあいいかなっていう感じですね。あの気になる、まあ 2.5 ね、プラスされるんで、まあこれはまあちょっといいじゃないかな。これも 2.5 ですね。まあ、封印はめちゃくちゃできるね。封印するっていうのはね。ブロックあったらもっと強いけど。いや、もらってもまあ損はないかな。まあどっちか言うと。まあまあちょっと強いようなまあ感じですね。はい。今日はね、あのプレゼント。まさにあれプレゼントな。見すぎ中さすがにないよね。はい、今回はね、ちょっとね、SSR 系もなんか売り始めたんですよね。見てください、これ。これ、売ってるよね。まあ、SSR ね。これ見てる。売り始めたんです。そんなね。無制限かな。まあ、ちょっとわかんないけど。まあ、どんどんね、買ってみたいな感じやな。SSR 系めちゃくちゃ売ってるよな。まあ、マジ。まあ、正直ね、もう本当に、なんか今までね、そういうのはなかったかなっていう感じですね。はい、まあ他はもう全然やってないんで、もうちょっとね、ガッチャやっていきたいと思います。見すぎ順もう何これ、紹介もしてないし、ね、これがあります。見てください。うわ、しょぼすぎる。なんかある。全力特定の日本選手5人いると、パラメーター全プラス 20% じゃないと、ちょっと、あ、20% ですね。それはまあいいとして、攻撃の力、スタミナ多いほどパラメーターがアップ。いやー、ちょっと、継続性の基地はまあちょっとね、弱い。最大 50%。どんどん減ってるじゃないですか。まあ 50% でも、最大でもまあ9000、ね、1万ぐらいだから、いやー、どうかなと思います。なんかちょっとこれ、何？まあ繊細スキルはもう、繊細スキルも絆は2つあるっていうのはいいかな。狙うとしたら。まあ全員、これ全部プラスしたらプラス 3% なんで、
や、どうかなっていう感じですね。どうかなっていう。あんまり、まあ欲しくないっていう感じです。それでも50かかるよ。これ30。え、こっちの方が50かけたらいい感じじゃないかなと思うんですよね。いや、まあここはまあ強いね。多分、オフェンスめちゃくちゃ弱いじゃん。オフェンスが。それが弱すぎて、あの、ボールを持たせて、それを奪うっていうのも、まあ、弱点的な、まあ、感じは、まあ、あると思うんですよね。これは、まあ、ちょっとどうかな、と思います。はい。まあ、封印はめちゃくちゃできるけどね。相手の封印がめちゃくちゃできるけど。シュートの封印ですね。いやー、まあ、あんまりですね。あと、これ。もう、データは弱いけど、まあ、スーパーサーブなんで、まあ、50% は、まあまあ、後半出場すると、まあ、かなり、ね、まあ、強いんですよね。はい、どうかなっていう感じです。まあ、どちらかというと、まあ、バルカの方がまあ一番狙いじゃないかなと思っております。まあ、他の無料ガチャとかありますかね。まあ、ないと思ってんけど。ガチャ多すぎ。マジで多すぎ。まあ、とりあえず、まあ、こっち先に、一回やるか。もう、ガチャ多すぎるやな。あ、これ出ない方がいいね。これ出ない方がいいね。素晴らしい。じゃあ次、もう乱数。もう次はもう出るでしょ。もうあと二つでしょ。絶対一つ出ないとおかしいよ。おかしいというか、まあこれはあんまり欲しくないから、まあ、さっきにやっちゃおう。お、これ絶対出るやつ、これ絶対出るやつやな。もうマジでもう欲しくないよ。これ出るよ、絶対出るよね。2つ。おい、叫んだらもう2つでしょ。ピンクじゃないからね。あー、やっぱり2つ。俺持ってない、俺もらってないのこれ。いやー、これ見すぎでしょ、見すぎでしょ。あ、いや、悪くはないかもしれないですね。まあまあまあ、これね、結構もらいにくかったですね、このやつ。スウィート、あのパスカットインターセプトですね。まあ、あのこれ結構難しかったやつやな。まあいいでしょう、これは。よかった。よかったっていうか、まあまあという感じです。これももらいたいわ。これももらいたいですね。これ一発。チャンスあるんで。いやー、ないな。まあまあまあ、よかった。もう二つ。ないね。まあ、80個使っちゃったから、もう年末まだ出てくるかな。40でしょ。もう一回使っちゃうか。あと60あるしね。まあでも、新しい技はないからね。ねえ、もう別に引いても新しい技はないんで、もうやめよう。やめましょう。やめます。これがめっちゃ出てきそうな感じですね。これがめっちゃ出てきそうな感じ。まあ、もしね、もらったらね、ぜひ、もうコメントして、私ね、まだね、試合させてください。もう、ね、新しい技あるんで。If you have the new character for Misugi Jun, please comment below the video or the community photo. I want to battle with you. I'm with the heroic overhead. Yes, I want to get it. I want to take the video for it. So, please comment below my video or the community photo. I want to battle with you.Okay, today I'll be here. まあ、まあ、今日はね、ガッチャは、まあ、ここまでで。ちょっと、この二人のキャラね、まあ、ちょっと育てて、まあ、どんな感じかね、まあ、まあ、やっていきたいと思います。え、これもらってないのがちょっとね、驚きですね。そういうキャラも出るんだっていうね。びっくり。
まあ、この2人キャラね、まあ、あの追加されたら俺のチームどれぐらい、まあ、強化できるか、ね、見ものかもしれないですけど。でも今日のガチャね、なんかもう時代が変わった、変わっちゃったじゃないのと思うぐらい弱いわマジで。え、こんな一発でできるんだ。あ、水耐性もできるんで、もうこれはもう結構いいじゃないですか。これも育てて、これあんまり、まあ、人が使ってるっていうのはなんか見たことないんですよね。ちょっと少ないかな。あ、自動パスカットできるぐらいかな。前これ欲しかったんですけど、結構ね、技取るのはもう大変だったんですよ。これをもらう、もう今回のクリスマスガチャ何が入ってるんですかね。もう結構、だいぶなんか、イベント的なやつも入ってるじゃない。まだまだ走れるぜ。まあ、だから50個かな。確率結構ね高いじゃないこれは。あ、これしかないね。例えばこれね、これ俺やってるかなこれ。あ、ないね。これはまだ試合しないといけない。まあ、とりあえず、まあ、いっか。とりあえず、もうやっちゃおう。もう体力ね、溜まると、まだ、まだあれなんで、もうちょっと使っちゃおう、みたいな。まあ、絆、あ、絆まだできないか。はい、まだまだですね。はい、という感じですね。まあ今日はこの2人のキャラをもらいました。能力上限突破できるかな。天才覚醒、能力上限突破。緑はあんまりないじゃん。ああ、緑あるね。パスカット、まあ、ドリブル、まあ、タックルもちょっとね強化したいですね。もうだったら、まあ、どちらかというとドリブルの方がね、まあ、そもそも高いんで、まあ、こっちかな、パワーが。試合では思う存分やってやる。まだまだ走れるぞ。はい、という感じです。まあ、こちら、まあ、さっきね、もう最強までも行けましたので、このキャラ結構ね、自分の印象的にはまあかなり、まあ、強いんですよ。まあ、パンチとかも、キャッチとかも、もうそれぞれも結構強いんで。あとパンチが、まあ、データ的に弱いんだけども、パンチの技はね、まあ、強いんですよ。逆にキャッチは強いけど、まあ、ちょっと弱いという感じで、まあ、どっちもどっちという感じで、まあ、非常にバランスを取ってるというかいう感じですね。はい、という感じです。まあ、ちょっとね、チーム変わるかどうか、そのキーパーでね、まあ、変わるかどうか、要は自動でねやるなんですけども、ちょっと一発でちょっと変わるかな。あ、ちょっと変わったね。ちょっと変わりました。まあ、強化されてますね。スタミナ多いほど、絆も入ってるし、ね。まあ、水耐性も入ってる。という、まあ、感じです。はい、というところで、まあ、今日は、ここまでかな。はい、ということで、アプロ114個のボールが、まあ、持ってますんで、
まだガチャ来たらね、まだやっていきたいと思います。もう一回なんか更新ありそうですね。はい、ということで、まあ、終了しております。今日はありがとうございました。また次の動画でまた会いましょう。新しい技ね、持ってたらぜひよろしくお願いします。 If you have a new skill, please come out, contact with me. I want to battle with you and get a new skill video to show you, show the other guys who haven't got it. Let's to share the new skill video here. And I also will make a big video for all the skill, maybe in the end of the year or the start of the year. Yes, thank you very much. See you next time. Bye. まあ、それでは、また次の動画でまた会いましょう。バイバイ。